はい、こんにちは。ですね、先ほどの磐梯橋の続きなんですけども、磐梯橋から歩いて大体1キロぐらい、のところに、時メッセっていうのがあります。でここにちょっと展望台があるらしいんですけども、128メートルぐらい、128メートルかな、で高さから、新潟県のですね、街並みが一望できると、この高さですね。なのでちょっと今から登りに行きたいと思います。展望台はですね、1階のああいうとこじゃなくてこっちから登るそうなんで、こっちのですね階段のところ、これ登る場所みたいなんで、そこだけ注意していただければと思います。まあ、階段じゃなくても多分どっかからエレベーターとかエスカレーターあると思いますので、また一応ホームページで確認してください。これさっき磐梯橋の次にあった橋ですね。橋があります。はい、今からちょっと登りに行きたいと思いますので、一旦これちょっと切り離せられます。ありがとうございます。船経由されてます。ここちょっと時メッセの端っこ、こういう感じで、こんな感じでですね、こんな感じで歩けるみたいなんで、ちょっと外で、あっち東北見えるのが新潟港ですね。もうなんかあそこに、はい、じゃあちょっとですね、なんかまた戻りたいと思います。はい、今、時メッセの31階の展望室に来ました。多分ですね、ここはですね、これどっちの方向かわかんないですけど、皆様わかりますか。こんな感じですね。アリみたいに、なんかちっちゃく動いてますけど、時メッセの31階、この方向わかんないですけども、じゃあまずこっちはですね、こっちの方向です。またちょっと違う動画いきたいと思います。これが北側ですね。そう見えてますね。では、あるかあっちには佐渡が見えるんでしょうね。あっちは東北。はい、では、東西南北上手しました。ありがとうございました。時メッセですね。出ます。はい、こっちがですね、
先ほど見てました、バンダイ橋の上空から見えます。これが一番大橋日本のビルですね。あ、違う。新潟の日本のビルは、こっちか。会津ヤフー。はい。初めて会津になってますね。下の方が見えみたいな、川の雰囲気が見られます。ちょっとこっち移動してみたいと思います。ちょっとこんな感じですね。はい、今トキメッセのですね、あのものですけど、あのエレベーターですけども、すさまじい橋で30階までノンストップで行きそうなんで、ちょっと撮ってみたいと思います。すごい、40秒で着きました。